はい、皆さんどうも、てつです。鹿児島での引き続きです。今日はですね、朝早く出まして、鹿児島の方へ向かいます。あいにく雨と曇りで、やはり梅雨の時期に帰ってきたためにですね、雲が多くですね、そして桜島が見たいんですが、雲に覆われて上の方は、見えませんね。この左側ですが、雲多いですね。このように桜島なんですが、雲に覆われております。お昼はこのような食事をとりました。はい、そして次はですね、私の姉が営んでおります小料理店桜作、鹿児島の南の谷山という町ですね。鹿児島市谷山の方へ向かいます。今日は姉が、久しぶりに、私ども家族が戻ってくるということでですね、私の、父母ともに、向かいます。はい、そして姉が、夕食を振る舞ってくださるそうで、楽しみにしております。はい、最初に生ビールがやってきて、冷たくてうまかったですね、これも。はい、姉の作った料理やってきました。このトマト、冷やしトマトは特別の酢を使ってですね、姉が振る舞ったこの料理は、全てオルガニックです。自然のものを使って、新鮮なものだけをえりすぐっていつも提供しているみたいですね。で、これはカツオのたたき、そして、特別の、自然で作ったそのあとですね、これはサイダーですね、イブスキサイダー、あと、お通しなども美味しかったですね。あとでこのポテトがまたうまくてですね、ポテトサラダですね。でこれはね、焼酎ですね、薩摩島美人です。コースターも特別な、ですね。で皿もこだわっておりまして、ね、焼き物とかもこだわってますね。コーン、そしてこれは、唐揚げですね。あのコーンも、すごい特別なコーンでですね、甘みがすごかったですね。でこの揚げ豆腐浸した、だしにつけた、揚げ豆腐、たまんなかったですね。これもね、これはですね、甑島の方から取れた卵の入ったきびなごです。めちゃくちゃうまかったですね。でこれはね、作った卵ですね、だし巻き卵ですね、卵焼きです。これもうまかったですね。
で、これはらっきょうです。特別つけたいらっきょうでね、これもですね。で、最後締めにね、お茶漬けがやってきましたね。で、あとはいただいた後に、鹿児島天文館ですね。ここ、夜天文館を抜けて帰りました。この左側に見えるこのオレンジの、ね、光、建物は山形屋ですね。市電が走っておりまして、鹿児島の伊豆路あたりですね。天文館がある伊豆路あたりですね。懐かしいですね。ふるさと鹿児島でございます。これがですね、山形屋という、地元のデパートですね。で、これがね、西郷どん、西郷隆盛の銅像です。そしてその横に美術館がありますね。はい、ご視聴今日はありがとうございました。まあ、雨とね、風が強かったり、梅雨の時期でなかなか大変でしたけどもね。ここのトンネルはですね、清水町の近くなんですけど、昔はオレンジの光のトンネルだったんですけど、 LED に交換されておりましたね。久しぶりに通りました。はい、それでは。